バトルポイントが924ポイントですね。裏で21連勝まで。前回の後さらに14連勝やっておきました。はい。今日もよろしくお願いします。さっき自販機で買った缶コーヒーがね、なんか癖が強すぎて口の中臭いんですよね。なんかブラックコーヒー、僕好きなんですけど、結構その豆の種類なのかなんかわかんないですけど、味の差って大きいですよね。味の差というか香りの差、これくっせえわ。ちょっとどこのコーヒーかは言えないけど、やっぱね、王道がロングセラーのがやっぱいいっすね。ちょっと一球外して違うの飲んでみようとしてみた結果がこれだよ。はい、というわけでゴーストぶったたいていく。初代アニポケでゴーストゴーストゲンガーが出てきたあの回めっちゃスコ。確かユンゲラーも出てきたよな。アメモースを拳で引っ張られていく。おっと、しびれ声の出し、しびれさせられたりいく。何言ってるかわからん。これでパンチ。おっと、ハイドロポンプ。アメモースがハイドロポンプ使ってるのってちょっとなんか想像できないけど、どっから水出るんですかね。尿。あ、そんなん言ってたら外した。きっと涙だろうな。おるら。いや、カメックスは背中の、あのなんか大砲みたいなのが出るじゃないですか。で、スターミーとかはさ、どうせあの、星型の先端から出るんだろ？爆発しとくか。おっと、八つ当たられていく。小さなダメージ。うわー、さっきのブラックコーヒーまずいな。お腹の中ポチャポチャするし、口くせえし。慣れないものは口にするもんじゃないな。アマネさん対戦やりました。そうか。小金シティのジムリーダーはアカネか。なんかアマネって聞いたことあるなと思って。アカネね。ややこしいな。国原さんよろしくお願いします。出たー。バッシャーも。バーシャーマはオーバーヒート以外の炎技。オーエグザンプル、ブレイズキック、ダイモンジ、火炎放射は火傷リスクがあって、こらえるカメラが安定して決められません。そうすると一気に不利になりかねないので、リザードに変えて、自信で安定して倒していきたいところだが、バーシャーマこれあれだな、雷パンチとか覚えてると、ちょっと話がこじれるよ。おっと、日本バレー。これは我がリザードに対するお膳立てか？地震。いいですね。この強い日差しが続く中、タイプ1、天候1の高火力オーバー火を決めたい。あ、出た。特性もらい火で何が何でももう炎技を出さないという強い意志を感じる。自分だけ得をしようと込んだんですよね。自分は炎技のタイプの一致の技を打つけど、相手には打たせないと。で、特性もらえびと。やらしい。だが、天候一致でもこのダメージ。実習。特性猛火がギリ発動しておりませんね。さあ、まだ日差しが強いターンは続きます。ポリゴン2、いいですね。もうかをトレースした。さあ、必殺、オーバーヒート。なんでだから。もう、せっかくの強い日差しが、台無しだよ、もう。うわぁ、今の一番の見せ場が。グロスにしましょう。ここ爆発安定かな。一応コメットパンチで。うるっ。いいね。
なんか Twitter で見たんですけど、ポリゴン Z っているじゃないですか。あれってポリゴン2がバグっちゃったんじゃないかみたいな、そういう説があって、これで人工に作られたポケモンじゃないですか。で、その首がなんかね、上下逆になっちゃってるっていうキャラデザがポリゴン Z だよねみたいな、うん、っていう。あれ公式じゃないよな、多分誰かが言ってるだけだと思うんですけども、言ってるだけっていうか面白い見解だなと思いましたね、うん、今まで頭が反対になってるって俺全然、うん、全然気づかなかったから、寝耳に水マジで、寝耳に水は違うか、目から鱗、うん、コメットパンチ当てろよ。よし、これ外して相手のタイプ自身を食らうとちょっと怖いんだよな。はい、うわ、ゲンガのギガドレインで倒していきましょう。ラグラージだったら冷凍パンチで一発当ててから、ミラコ警戒でねダメージ与えてからギガドレインを入れる必要がありますが、沼クロレベルの耐久だったらギガドレインで一撃で落とせますね。沼クロはなんかスカーレットバイオレットで 3D 化されて、なんか最もなんだっけな、最も残念、最もシュールだっけな、なんかネタにされてましたよね。なんかラグラージとか沼クロっていつもなんかみんなを笑顔にさせるポジションだよなネタキャラっていうと失礼すぎるし、いやネタにされるだけ人気っていうのもまあ一理あると思うんであれですけど、なんかあれだな、ギリダイされてジタバタか怖いな。まあでも大丈夫か、今守ると。ここあれなんだよ、ギリダイされてシャドウブで倒されてカムラ発動、あでジタバタとかされるとちょっと怖いんだよな。ここカムラ発動するのかな、あしない、しないということはさっきやっぱりゲンガー道連れ打っておくべきだったか。あそう、このタイミングが発動するの、ちょっと誤解しておりました。あ、私の今頭上ヘリコプターが通っている影響で音が入っているかもしれません、申し訳ございません。地震、おっと、何今のタイムラグ、おお、すげえな、73か、豪輝くん対戦だとして、いやーやっぱりギャル着物はね、ケッキングの進化前ではありますが、ケッキングとは違う強さ、違う種類の強さがありますね、うん、もう別ポケモン、これはもう進化前とかっていうか。エリートトレーナーふみこさん対戦よろしくお願いします。エリートトレーナーって男女ともに髪の毛緑色だけど、エリートだったら髪の毛緑色にしろみたい なんかそういうお達しがあるんですかね。お前エリートだから髪の毛緑色に染めてこいみたいな。おっと、ハイドラポンプを食らってしまっていく。え、こんな食らうのマジで。貝殻の鈴で、落ちろよ。こここらえるでカメラの目発動させてもよかったか。まあまあまあ、これだこんな着物にしていく。リングマ俺の方が早いもんな。大爆発、よし、先制の爪持ってるリングもいるからね。よし、さあ相手はラス1、お腹の中でブラックコーヒー決め、おっとハッサム、これはリザードンへ交換しよう。鋼の翼か、それともメタルクローか、剣の舞か、高速移動か、どれでも来いよ。メタルクロー、半減でもいいダメージが入ります。オーバーヒート、
おい。よし。はい。エリートトレーナーのふみこさん、対戦ありがとうございました。5人目だから26人目ですね。26人目、出ました、寝癖マックス、エリートトレーナーのトミーくん、またしてもエリートトレーナー、噛みつくはチンさんダメージだよ。うるら、当時の噛みつくは悪タイプ特殊技です。コイドパンチ、またしても噛みつく、ひるみが怖いよ。しっかりとぶったたいていく。はい、出た。カビゴンは影分身を積まれるとマジ厄介なので、もう早めにダブガツ。光の粉だったら怖いよ。はい、オッケー。いやマジカビゴンってバトルタワーにおける本当に鬼門。マジいきなり出てきて、いきなりね、俺たちを窮地に追いやるんだよ。あのえげつない耐久、そして大体あっと、あーもう使っちまったよ。もうメタグロスハピナス担当だったんですけれども、あー毒毒を早く入れたい。影分身、影分身積まれるとマジ厄介だよ。しかも相手特攻アタッカーの可能性あるからね。当てろよ。オッケー、これで相手が眠るを覚えてなければ勝手に滅びていく。おっと、相手が音痴なせいで眠れませんでしたね。自信。え？あ、そっか。積まれてるのか。まあ、毒毒のターン、毒毒はターンを減るごとに、ダメージがもう倍倍になっていくんですよ。指数関数じゃないっすよ。1が2、2が3みたいな感じね。うん。シグマだよ。地味にこれ毒食らったの痛いな。実心、うわ当たらねえ。あ、卵を産みってことは眠るは覚えてないですから、リザードンが足止めしてくれている間にどんどん相手のダメージは増えていく。ちなみに俺のダメージも増えていく。実心、よし当たる。おばひよりは入るだろうという算段だが、うえ、地震当てろ。おお、卵を海で回復するが、回復スピードが間に合わないのでは。色違いのこの黒いリザードンが毒毒を使うっていうのがマジロマンだと思わん。俺これすげえ気に入ってるんですけど、てかこの毒毒って昔ずっと前に視聴者様が、俺が影分身様よりめ、ん？影分身様よりめっちゃ苦戦していた一戦に、アドバイスでね、毒毒入れてみてはどうかみたいな、そういうアドバイスを受けて覚えさせた技っていうのもあって、こうまあ視聴者さんと一緒に考え成長して、あーっとまた外してしまう。だからこのリザードン、この型のリザードンはね、靴ひも型リザードン、多分日本で使ってるの俺だけだと思うんですよ。そんなに言っとったら負けだけど、マジ気に入ってる。このリザードンと一緒に100連勝したい俺は。
毒毒リザードンとか斬新すぎるだろマジ。10万ボルト当たらない。卵海で回復を試みるも、俺のリザードンが残してくれた毒で、遅かれ早かれお前はもう倒れる運命だ。もう回復が間に合ってませんもんね。当たらなさすぎ。これが俺とリザードンの、俺と視聴者の絆の力だ。とどめの10万ボルト。よっしゃ。ちょっと動画の尺が伸びちゃったなこいつのせいで。あ、これはすごい。トミーさん大変ありがとうございました。カビゴンにハピナスとお前 HP 高いやつ使ってくるよな。6人目、27人目ですね。またエリートトレーナー3連続のメガニウムは、これはあれだよ、あのいろんな型がいるんですけども、あの宿り木の種影分身守る型、マジタチが悪いので早めに焼き尽くしていきたいと思います。光の壁、何それ、ちょっと珍しいな。ちょっとなんかもったいないかな。まあいっか、オーバーヒート。210の73分の1。次これメザコールで落ちるかちょっと微妙だな。日本バレか。目覚めるパワー、多分相手ソーラービーム型なので耐えられても、あ、大丈夫でしたね。 OK。さあ、しかし光の壁は継続中です。あっと、だがこれ相手の水タイプの技能力が半減ですね。やってやるよ。え、お前それはひどい、それは。おっと、しかも雨乞い、天候を自在に操りますね。うわ、ちょっとこれやばいんじゃないかな。やばいな、これ。どうしよう。やばいな。うわ、今オバヒ外したのいて。今オバヒやってたら半分いってましたもんね。そしたら、後続のゲンガで10万で倒せるっていう算段だったんですけど。でもここ変えてゲンガ耐えられるか？相手のハイドロポンプかなんか。やられ損もったいないよな。ゲンガちょっと、でもちょっとここでゲンガ変えるのきついな。リザードンここで倒されて、次ゲンガが10万でミラーコート覚えてたらでもおしまいか。覚えてないか。ちょっと悩ましいなここ。いや、俺のゲンガなら耐えられる。俺のゲンガーなら耐えられる。波乗り頼みます。波乗り。ハイドロポンプか。耐えられるかな。お願い、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 お願い。リザードンクッションにすればよかったか。言うて雨降ってんだよな。雨降ってるからこれリザードンで残りに行って倒すの無理だぞ。ピーピー、俺の方が早いもんな。じゃあ大爆発で、待って、少しでも天候が良くなるまでのターンを稼ぐか。
地震急所でワンチャン狙う。相手のハイドロポンプで一撃で倒されることはさすがにないだろう。ここでちょっと待って、1回2回、いやちょっとまだ雨乞いのターンが続くな。これどうしよう。ここで爆発でやってもリザードンの火力半減じゃ無理だな。地震こらえるにするか。ここでまず地震ちょっと急所当ててくんない。九州来た。え、なんで今ハイドロポンプ撃ってこないの相手。なもうちょっとわけわからん。しかも今九州当てたのこれ超有効九州でしょ。地震よっ。なんで今相手ハイドロポンプ撃ってこなかったんだ。うわー、しかもこれ熱い脂肪だからリザードンじゃ絶対倒せなかったわ。いやー今のカメックスサンキュー。大爆発。えっ、うわー意味わかんねえよー。終わった。うわお前マジかよー。オーバーヒート。いや今のさ何こどうすればよかったの俺。あられってお前。うん、オバヒ急所当てればいいのか。独特じゃ無駄だよな。オバヒ急所、はあ、うわちっちゃいダメージ。相手吹雪来るか。どわーだがこれギリダイできるんじゃないのか。あられ込みでもここで特製猛火が発動か。猛火発動しましたね。これ次あれだな、急所当てれば俺の勝ちや。オーバーヒートだがさすがに非現実的か。ああトドゼルが守るはさすがに読めんて。うわあ、対戦ありがとうございました。また21連勝まで裏でやんのかいな。ああはい、じゃあ、次回930バトルポイントで21連勝まで裏でやっております。ご視聴ありがとうございました。